今日はまかないと思いますけれど、一応黒タラリアとアフリカントールを丸屋根に持ってきます。そして岡本キングお乳のやつを下ろしますね。今日は雨は降ってない模様ですね。なんかちょっと晴れ間も出るような感じかもしれないですね。本日もダブルさんちの定食の手伝いです。発進します。今日定食するのはこちららしいですね。そして岡本のキング、なぜかお乳の手、そして気合の握り飯。はい、さっさとやっていきたいと思いますね。こちらは最近補強でつけたみたいですね。こちらはですね、僕が愛してやまないリスペクトだそうですね。昨日の見たから比べると小葉でですね、葉っぱがちょっと茶っぽいですね。いけない、早く植えない。昨日の見たもそうだったんですけど、ここがグワッて長くなっちゃうのは、まあそんな、まあ植えづらくはないですけど、ちょっと深く掘る感じで、ここ長くなるのはどういう理由なんでしょうか。はい、半分終わって今小休止ですね。この辺の転送は新しくやり直してるみたいですね。あとこの補強ですね。植えてるハウスの反対側、こちらもダブルさんちなんですけど、これ屋根がですね、F クリーン、もう10年以上経ってるけど全然問題なしだそうですね。で、上からあれビス止めされてますね。あー、なるほどね。この転送のこれがすごい大きい、まあハウスの仕組み上こうなったんだと思うんですけど、すごい、これはこれはすごいですね。爽快なハウスな、これもすごいごつくなってますね。土はですね、非常に柔らかくて掘りやすいですね。はい、この辺こだわって、この長さこだわって植えてますね。私も次からですね、3本、こうベッドに1個、ベッドが柱にくっつく感じで3で、向こうは2ですねみたいな感じでやった方がですね、この辺がすごい綺麗に仕上がるような気がしました。時刻は7時30分に定食完了ですね。はい、あっという間でしたね。やっぱり今日も2時間ぐらいで。そして丸屋根向かいます。本日もジョーロピアンのみいただきますと思ったんですが、格屋根に忘れ物ですね。そしてですね、なんと昨日キュウリ収穫しておりませんので、来たついでに収穫していきたいと思います。レッツゴー。はい、重コンクリート2つとですね、程よい長さの直管パイプですね、腐っちゃってるやつ、こちらを忘れました。やってまいりましょう。パイプの収穫ですね。やはりでかくなってますね。でかくなってますね。はい、ということで病気も虫も見ながらこれ、はい、やっていきたいと思います。久々の太陽が出てきましたね。そして一作残しでいっぱいになっちゃいましたね。さすが2日分ですね。コンテナ交換します。パイプの中にあったこれトンネル用の直管の方がこれ良さそうですね。こっち持ってきます。ね、これ何、これツルかなんかついちゃって巻きつ、あれこれくびれてる。ブリーシュ、2コンテナメモが、まあ、半分弱ってところですね。まあ、2日分なんで。そしてですね、肌にはほとんどいなくなりましたね。粉じらみとアザミウマで、病気はまあこの辺がちょっと怪しいのがなんか出始めましたけど、ベトとかがブワーッと出ちゃってる様子もないんで、このままですね、月末まで行ってほしいですね。よろしく。そしてこの池化した通路に結構ですね、おカエルさんがいっぱいいらっしゃいますんで、おカエルさんは全然ハウスからお帰りにならないので、いろいろ害虫をですね食べてほしいと思いますね。よろしく。丸屋根に戻ります。やばい、結構晴れて暑くなってきましたんで、握り飯食いたいと思います。はい、こちらの出入り口付近がですね、軽トラで入ってたらごちゃごちゃになっちゃいましたね。これあちらの方にですね、こちらのブロックありましたんで置いてみました。はい、こちらのですね、サンシャット白黒マルチですね、135幅の長さ 200m、 こちらをですね、はい、サクッとやっていきたいんですね。そして必要となるものはカッターですね。錆びてよく切れるカッター、はい、それでですね、この中に通そうと思って持ってきた直管パイプがですね、ちょうど135センチで使いませんね。これは使わないですね。そして
こちらですね、マイカー線ですね、マイカー線ですね、はい、こちらを使って、はい、見事に、あとですね、そうだ、これ忘れちゃいけないです、重コンクリ2つ持ってきましたんで、はい、こちらでサクッとやっていきたいと思います。はい、サンシャット白黒マルチ初めて使うんですけど、パッと開いて黒だったんですね。はい、でことはこっちがこういう状態で、そうですね、白、はい、こういう状態で敷いていきます。気温の上昇を防ぐ、まあ、保湿保温はあるということですね。はい、ベッドの中央にこのサンシャットっていう文字を合わせるでしょうね。そしてここに重コンクリをドンと、はい、乗せます。これでも絶対動きませんので。そしてこの中にですね、マイカー線を通します。はい、この程度の長さであれば普通にこうやってゴリゴリ入れていけばあっちに出るはずですね。はい、出てきましたんで、これで完璧です。それでこれで、まあ、ここを手で持って向こうに引っ張ってきます。はい、そして確かめてなかったですね、昨日これ5時間冠水してびっちゃびちゃになったんですが、普通に、はい、もう歩けちゃいます。はい、多少へこみますね、はい、足跡つきますけど、この程度であれば問題ありません。はい、ベッド中央とあの文字のサンシャットを意識してこのように引っ張っていきます。はい、どうでしょうか。こちらまで全部持ってきましたんで、この辺の、まあ、柱の位置でですね、はい、カッターで切っちゃいます。はい、カットしました。そしたらこれをくるっと向きを反転させて少し出して重コンクリをして、また同じ要領でこの紐をマイカー線を持ってベッド中央とサンシャットの文字を意識してこのように引っ張ってきます。はい、こちらまで引っ張ってきてカッターで切りましたので、はい、これで1屋根分終了ですね。残り6屋根やっていきたいと思います。めっちゃ、おっと、今気づきました、漏れてますね。はい、傘がだいぶ100リッターぐらい減っちゃいましたね。有識者の方とですね、こちらの土壌診断結果と施肥した肥料とかを、まあ、検討してですね、この後ですね、ちょっとベッド近くの泥を取って、調査してもらうんですけど、指導センターの方に、うん、pH がまあだいたい7近くなっていればいいのかなというところですね。で、何度か水出してますんで、その過剰気味の肥料もですね、だいぶ溶けているんじゃないかと。そしてですね、一応これが石灰多めに入れたんですけど、いぶきにですね、1トンいぶき入れたんですけど、約 1割カルシウムが入ってまして、そうすると100キロ入れたことになるんですね。そしてシリカと MG 入れたんで、これが20キロ入れたことになるんで、まあ、合計120キロの石灰を投入していると。で、まあ、pH がどんな状態になってるのかなってところで、ちょっとそちらも確認してもらってですね、そして線虫の調査で検度情報ですね。はい、これが緑肥、ここに撒くんで、それのやった後やった後で取ってもらうことになってます。これが50センチぐらい取ってるんでしたっけ。50センチ、下まで乾いてますね、これ。この辺のですね、泥を調査していただこうと。あ、これが一応穴、穴か、この辺、はい、真ん中、この辺に植えますね。これは取らないんですよ、中。あー、 pH とEC です。EC か。で、あと EC はすぐに。すぐに。今週中にはすぐに。はい。ただ、pH に関しては本当にあれで矯正されたかどうかっていうのは。そうですね。確認できます。はい。ということでですね、普及所指導センターの方、今お帰りになりましたね。今、11時25分です。はい。マルチまだここまでしか、半分しか終わってませんが、半分ちょっとか。はい。とりあえず、丸屋根は撤収したいと思います。本日の作品は宅配 C 品4キロと C1 と袋コンテナ2です。まあまあです。12日あたりから値段が上がってきてますね。はい、やっぱ天候不順、晴れ間が出てこないのが効いてるようですね。3
C はまあ100円ぐらいですけど、袋詰めは300円以上上がってるような気がしますね。ピューちゃん、やっぱり今日もなしかい？なしかい？キュウリは食べるかい？お、元気よくなったな、ちょっとは。お、元気よくなった。おー、よかったよかった。お、勢いが出てきたな、ピューちゃん。うん、どうした？お、昨日の夜と全然違うな。うん、お日様が出たからかな。うん、よかったよかった。でも卵は産んでないんでしょ、今日ピューちゃん。うん、お、今日も頑張って始めましょう。じゃ、また。無事でよかった。